真剣レッド芝香織役の夏井里奈です。最初は真剣ジャンに出演決まった時何の役かは知らされてなくて、で最初は悪者にやられる役かと思ってたんですよ。そのわーとかってなる役かと思って、でもその後々話を聞いたりとか台本読んだりしたら、あれ真剣レッドみたいになってて、すっごい嬉しかったです。ずっともう見てたんで、ずっとピンクになりたかったんですけど、まさかレッドになれるとは。今まで女性がやってるの見たことなくて、で史上初だって話を聞いて、すごいそれは驚きました。普段結構カオルと姫っていう役とは全然マイクで結構喋る方なんで、そのなんか凛としてて落ち着いてる女性っていうのが全然なかなか想像つかなくて、でなんか普通にセリフを言ったらなんかちょっと時代錯誤なんで、カオルはいつも使わない言葉とか、その台本をもらった時にみんなって書いてあったやつをみんなって普通に読んじゃったんですけど、それがみんなだったりとか、現代風の女の子になっちゃいけないのかなとかすごい考えて、で撮影中はやっぱその声のトーンを低くしたりとかしてます。それは声とか、あとあんまり表情豊かにすると、そのなんか姫はいつも落ち着いてるイメージがあるんで、その台本とか読んでもあんまり表情豊かにはしないって、いつもなんか落ち着いてる感じで表情はしてます。袴だったんでそれはびっくりしました。なんか衣装合わせの時にいっぱい並んでて、その奥にピンクのやつがあったんですよ。で あれなのかなと思ったら、手前にあるちょっと渋めの袴だったんで、ちょっと驚きました。やっぱ時間が経つとキュッて苦しくなってきたりするんですけど、でも結構楽しいですね。今まで袴とか人生で着たことなかったんで、すごいいい経験ができました。ブログを友達とかは見たみたいで、結構見たよって言っていただいたんですけど、全然なんかその普段のルナのキャラとは全然違うって言われて、その学年の友達とかにもルナじゃないみたいだったって言われて、なんかすごいなんかいつも真顔でいる状態じゃないですか、そのカオルは。全然なんか違かったって言われて、なんかやっぱ正反対なとこが驚かれました。すごい共通点はなかなか見つからないんですけど、その判断力とかが全然私はないんで、それとは全然反対で、姫はやっぱ判断力があって、なく決して迷いを人に見せないっていうか、そういうとこはやっぱすごいなって思いますね。いつも落ち着いてたりとか、結構私はなんかいやなんかそのああってなんかテンパっちゃったりするんですけど、カオルは常に落ち着いてるんで、そういうとこはすごい見慣れたいですね。丹波さんとのシーンが多いんですけど、そのいつも丹波さんに向かって黙れとかうるさいとか結構きつい言葉を投げることが多かったんですけど、その扇子を投げるシーンとかがあって、それはすごい印象的でしたね。なんかどうすればいいんだろうっていうのもありましたし、すごいそれは緊張しました。アクションシーンを撮影してる現場を見させていただいて、その今まではそのレッドが女性っていうのは見たことなくて、とりあえず最初はスカートを履いてるのを見てびっくりして、でそのなんか女性なのに、そのなんかカオルって結構強いじゃないですか。カオルがなんかそのどんどん倒していくのを見て、あすごいなと思って、強いんだなって、すごいそこはなんかかっこいいなって驚きました。
編集するって聞いた時はすごい嬉しくって、実際変身した姿になってみて、なんか違和感、鏡見て違和感はすごいあったんですけど、ああすごいって思って、いい経験ができたなっていうのはありますね。普通の演技とか普通のドラマじゃやらないこととかをやったんで、それはすごい今後にも生かしていきたいなと思います。初めて挨拶をした時に、その本物のレッドの芝香織役の夏井奈さんですって紹介されたんですけど、あ、本物のレッドみたいな感じで、なんかその本物のレッドとして紹介されて、今まで松坂さんがレッドとして演じてたのに、私がなんかレッドとして紹介されたんで、なんかすごい複雑な感じでしたね。そこは第一印象は結構クールな方のイメージがあったんですけど、全然お話ししたら普通に優しく話しかけてくれて、明るくて、なんか冗談とか言ってるのを見てすごい驚きました。あ、なんかあれとは真剣者の役とは違うなと思って、でも全然話しやすくて、はい、一番落ち着いてる方だと思ってたんですけど、話していくうちに一番なんかその面白いことが好きな方なんだなって思って、すごいなんかなんだろう、普通に気軽に話しかけてくれたりとか、なんて呼ばれてんのって言われて、雑誌でルナピーって呼ばれてるんでルナピーですって言ったら、そこからルナプになってルナルナになって、いろんな呼び方されてます。冗談たくさん言ってきてくれて、笑わせてくれたりとか、すごいなんか緊張感をすごい解いてくれました。一番初めにそうですね、話しかけてくれたりとかして、はい、高梨さんとは事務所が同じなんで、普通にその一緒だねって話しかけていただいて、温かく迎えていただきました。だんだんどんどんその馴染めて、普通になんか一緒に楽しんで話したり、イエーイみたいな感じで言えていただいたので、それはすごい、はい、嬉しかったです。鈴木さんは書道本のやり方をが分かんなかったんですよ、私は。でそれを書道本をやる一番最初の撮影とかですごい一番教えてくれて、こうやる、こうやった方がやりやすいよとか、いろんなことを教えてくれて、結構助けていただきました。森田さんとはその学校の話とか、その中学校どうみたいな話をしたりとか、結構プライベートの話とかもできたんで、それはすごい、はい、良かったです。相馬さんはなんか なんだろうな、すごいなんか明るいんですけど、しっかりしてるお兄さん的な感じで、結構その相葉さんとかに対してツッコミを入れたりとか、でもなんか普通に話してくれるんで、全然なんか全然緊張しないで最初も話せました。将来的には今雑誌もやってるんで、その雑誌の仕事もすごい楽しんで、それも雑誌もやっていきたいし、こういうドラマとかのお仕事もやっていきたいし、いろんなこと、いろんなジャンルができる人になりたいです。やってみた役は今まで気の強い役が多かったんで、そのいつもその自然体な面白い仕草とか、なんか見てて楽しくなるとか、そういう役がやりたいです。お笑いとかもその役の中でやってみたいです。結構普段からそういうのをたくさんやっちゃってるタイプなんで、はい、そこはその演技の中でもやってみたいなと思います。これから最終話に連れて、どんどん薫がどうなるかも見ていただけたらなと思いますし、あとその最後道国を倒せるかがすごい見どころなので、見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。